第一次上田城の戦い。真田軍2000対徳川軍7000。真田軍の大将真田昌幸、武将真田信幸、矢沢頼綱、徳川家康軍の派遣武将鳥居元忠、大久保忠世、平岩親吉。真田軍の戦略。兵力差が大きいため長期戦による敵の動揺を狙います。武田信玄の子で名門雲野氏の名跡を継いだ信親を奉じて戦うと宣伝しました。また旧武田勢力を各地で放棄させようとし、上杉の援軍が来ると流言するなど敵の拡乱に努めました。徳川軍の戦略。上田城の真田昌幸を血祭りに上げ、反徳川勢力を一掃して信濃を完全に支配下に置くことが狙いです。ただ前年の小牧長久手の戦い以来の脅威である羽柴秀吉、さらに上杉景勝の動きも気になるので、できるだけ短期間での攻略が必須となります。真田昌幸は武田勝頼の家臣の時は沼田城代として沼田を支配していました。天正10年1582年3月、織田信長は甲州征伐を行い武田氏を滅ぼしました。沼田城は滝川一益の家臣滝川益重の城となります。6月2日、本能寺の変、織田信長自刃。北条徳川上杉三氏による神津信濃甲斐の織田領三奪戦天正神武の乱が始まります。6月、真田昌幸神津の旧域を奪還しました。真田昌幸は領土保全のため上杉景勝に従属します。7月9日、真田昌幸上杉を離れ北条氏直に従属します。9月28日、真田昌幸徳川家康に従属します。11月、家康と氏直が和睦します。和睦すると神津の真田領が北条領とされました。真田昌幸は引き渡しを拒絶します。天正11年1583年4月、上杉氏に対する最前線の基地として徳川家康が上田城を築城しました。上田城は後に真田昌幸に譲られます。天正13年1585年5月、真田昌幸は家康の元を離れて再び上杉景勝に従属します。豊臣秀吉は真田昌幸を表裏卑怯の者と呼びました。豊臣秀吉が彼の優れた謀略、軍略家ぶりを称してつけたものです。しかし表と裏があり、言行不一致で裏切り者の意味もあります。8月、正幸の次男真田信繁が人質として海津城へ赴きます。徳川軍上田へ出陣します。徳川軍小諸城へ入ります。徳川軍上田城下へ進攻を開始します。根津城を通過した徳川軍は国分寺を経て
上田城に向かいます。徳川軍は上田城に到達すると二の丸、本丸を攻め立てます。真田軍、城下で徳川軍を迎撃します。まず正幸は敵を十分に引きつけた上で打って出ては引き、伏兵に縦横無尽の抵抗を試みました。次に正幸は策や罠を仕掛け、徳川軍将兵を翻弄させました。徳川軍は混乱を収拾するため撤退します。砥石城の信行隊と矢沢城の頼康隊は徳川軍を側面から攻撃します。正幸軍本隊も徳川軍を追撃します。神川で徳川軍は大打撃を受けます。徳川軍八重原まで後退して布陣します。立て直した徳川軍は丸子城を攻めます。真田軍も駆けつけて両軍合戦となりましたが、勝敗は決しませんでした。真田軍は丸子城から撤退します。徳川軍も小諸城へ撤退します。11月13日、徳川家の重臣石川数正が秀吉のもとへ出奔します。11月後半、数正出奔の事態を受け、徳川軍小諸城を撤退します。合戦のポイント、徳川軍の大軍を迎え撃ったことで真田昌幸はその名を天下に知らしめました。古代中国の兵法書三略で説かれている重欲豪を制すは、小さいものでも柔軟に相手の力を利用すれば大きな相手を投げ飛ばせることです。上田城はかつて家康に築いてもらった城で、合戦本番正幸は上杉氏に服従した上で徳川軍を迎え撃ちます。撃って出ては退却する真田勢を追って、城に迫る敵に対して城内から一斉に弓や鉄砲を浴びせました。徳川軍が神川まで後退すると、砥石城から出撃した信行隊が側面を襲います。鉄塔鉄尾、正面勝負を避け、巧みなフットワークで敵の弱点をつきました。まさに銃の勝利でした。第一次上田城の戦いの15年後、両軍は再度合戦を行うことになります。関連史跡、上田城。南東上空から見た上田城です。本丸、二の丸の構造は正幸の時代とほぼ同じと考えられています。南は天ヶ淵、西から北は大堀によって防御を高め、徳川軍は城の東側、二の丸大手から本丸大手に攻めかけました。本丸、東小口。正幸は徳川家康の援助を受け、上田城の築城に着手しますが、当初は徳川氏の敵の上杉氏に対抗するため西側の防御を重視していました。それが家康と手切れとなり、徳川軍の攻撃面にあたる本丸東側が大手となり、防御再構築が急務となります。中央には復元された東小口矢倉門があり、矢倉門の左右には現存する北矢倉と南矢倉があります。
しかし真田正幸が城主だった頃はこのような立派な櫓や門は築かれていなかったと思われます。真田石。上田城本丸東小口の正面右手の石垣にある城内最大の石です。信行が松代城移封の際、父の形見として持っていこうとしましたが、微動だにしなかったという言い伝えが残っています。本丸。第一次上田城の戦いの時は、大手を西から東に変え、未だ城の整備中でありましたが、戦闘で本丸が突破されることはありませんでした。二の丸。現在の二の丸橋あたりが二の丸大手です。城下から二の丸中心部へ至る箇所に徳川軍は主力を集中させたと考えられています。城下から二の丸付近に侵入した徳川軍は農民ら臨時徴集兵の抵抗に悩まされながら敵陣突破を図りました。関川。上田城の周辺は河岸段丘の地形が広がっています。千曲川と関川が合流する地点の北東部には千夜台と呼ばれる台地が扇形に張り出されていました。当初正幸は関川渡河店と千夜台に挟まれた隘路で敵を迎え撃つ作戦を考えていたといいます。だが重臣らの意見もあり籠城戦に切り替え様々な策を練りました。狭い城下に大軍を集中させて混乱させ、時期を見て予備軍の信行隊と寄安隊を突入させました。段丘があったため移動する信行隊らを徳川軍は気づきませんでした。交代する徳川軍を待ち受けていたのは千夜台と千曲川、関川の隘路です。徳川軍の混乱はさらに増し、ついに八重原まで撤退しました。徳川軍は国分寺から関川の渡河店に至る戦場で1300人もの犠牲を出したといいます。戦いに参加した大久保忠隆は著書三河物語でことごとく腰が抜け果てと当時の惨状を記しています。砥石城。砥石城は上田城の北東約 3.5 キロに位置しています。正幸の真田家相続の後その居城となり、上田城築城後は後詰めの城として機能しました。合戦では信行が300の兵と共に合戦に備えていました。信行は関ヶ原の戦いで父正幸、弟信繁と決別して徳川方につき、徳川勝利後に上田城を継ぐことを許されました。矢沢城。矢沢城は砥石城の南東約2キロに位置します。上田城の戦いの前哨戦で城を守る矢沢頼康は小諸城主、与田信繁の攻撃を受けましたが、撃退しています。矢沢頼康は、関川で徳川軍を相手に、右手に旧釈への大薙刀の石突きを握って振り回し、片手打ちに敵を倒しました。